また失敗。音を出したのは初めて。これで言葉も。いつもの何倍も生命力を注入したのに。喋る人形が欲しかったけど。それでも名前はつけてあげる。あなたの名前はレイリア。あんまり無理しないで。すぐ残りの生命力、そう多くないの。そう睨まないで。あなたの器が小さいせいよ。喋る人形はもう少し研究が必要だけど、動かすのはもう問題ない。おはよう、エミリア。フェイリアより先に起こせばよかった。霊石に生命力をいっぱい貯めてくるから、少しだけ待ってて。行ってくるね。霊石が空っぽになったから魔物を狩りに行くよ。エミリアはとても小さい人形。私の魔力を。でもほとんど食べれてないんだ。いいよ、私のせいでもあるんだから。こんなに不完全な存在にしてしまったもの。霧の葉がまた落ちた。集めておいたら使え。みずみずしい。口にしたらマナが回復しそう。今日はイノシシから生命力を取るよ。また道を塞いでる。見てない間ずいぶん大きくなったみたいだね。あの大きさだし、人間の食べ過ぎだよ。エミリアが起きたら一緒にやっつけるから。久しぶりだね。
これで静かになった。すぐに起こしてあげる。私が呼んだらいつでもおいで。うん、次は大きな霧釜をやっつけに行くよ。霧の森西でまた会おうね。霧釜、これだけ大きいから生命力もたくさん持ってるはず。戦闘に入ったらエミリアを呼ぶよ。ちょうど新しい魔法陣を作る材料が家に戻って魔法陣を作ろう。
魔法図鑑を参考に火炎魔法を作ってみるよ。新しい魔法陣が作れた。エミリアもいるんだし、勇士一人ぐらいは軽く倒せるよ。より広いところにも行ってみたい。その前に、強い魔法が使えるように私も強くならないと。霧の森西にいる霧ゴーレムを倒しに行こう。
これで大丈夫そう。倒せた。ああ、ゴーレム。石だから生命力が取れないんだ。なら、あっちで取ればいい。でも、その前に家で少し休みたい。大きな奴の相手、やっぱり疲れる。日記を書くのを忘れてた。おばあちゃんにちゃんと書きなさいっていつも言われるの。ちゃんと書いたから次は。
おはよう。今日は肉もちょうだい。もちろん殺しはしないよ。あ、逃げられた。ああ、人間だから安心していいよ。それが問題だけど。あれ？どうした？なんでもない。あ、その、なんていうか、このままでいるのはちょっとな。何か？お互い初めてなのに近すぎるんじゃないかなって。君、シェザールの人だよね。シェザール？ああ、外ではそう呼んでるんだ。霧の森の人たちのこと。霧が多い森だから外からは簡単に入れないし、シェザール人たちも同じくここから出られないと聞いてるよ。かなり深くまで来たみたいだな、シェザールの人に会うなんて。人間たち、この森には入ってこないよ。ああ、探検中なんだ。欲しいものがあってさ。この辺までは道を覚えられるから大丈夫。イノシシに攻撃されそうになって隠れてたんだよ。でもよかった、逃げてくれて。君のおかげだな。俺はアドリアンと言うんだ。君は？ああ、そうか。シェザールの人は名前がなかったっけ。じゃあ、アイールディ。どうかな？赤い目を持つという意味で。この辺はまだ探検が終わってないんだ。近いうちにまた来ると思うよ。じゃあ、アイールディ。またな。逃がしちゃったけど、今度は絶対に捕まえるから。目標も達成できたし、また修練しないと。
エミリア、よろしく。エミリア。